ラザフォード、戻ったぞ。クライブ様、こたびはお力添えをありがとうございました。羊たちから知らせがあり、ことの次第を把握したところです。あなたに助けていただいたようで。二人とも無事でよかった。それにしてもどこも思った以上に荒れているようだ。ええ、大混乱は目前に迫っているのかもしれません。すぐにでも策をまとめ動き始めねばならないでしょう。今回調査した件はバイロン様に報告の上、早急に対処いたします。ああ、そうしてくれ。クライブ様、こたびはお力添えをありがとうございました。今回調査した件は早急にバイロン様にご報告いたします。人が少ないわね。おかえりクライブ。食材の方は見つかった？ああ、二つとも揃えてきた。ハルポクラテスのおかげでなんとかなったよ。へえ、これが。それでこの食材って結局何だったの？トビトカゲの肝とはワイバーンの肝、ドラゴンの薬草はセイントボンネットという薬草だった。ワイバーン？トビトカゲがあんな大きい魔物だなんて思わないわよ。でもどんな味なのかはちょっと興味あるわね。食材が正しいなら今度こそうまくいくはず。早速調理してみるから待っててちょうだい。はい、完成。魔物レバーのフリットよ。試食はイヴァンがお願いね。そもそもあんたがしつこく頼んできたんだから。ええ、望むところです。それにしてもなんて美味しそうなんだ。いただきます。うっ、え、また失敗？これがワイバーンの肝。外はサクサク、中はふわふわ。濃厚な食感とともに薬草の爽やかな香りが駆け抜けていく。この味わいに乗れば遥か彼方までジャンプできそうだ。今の僕は空を制した竜騎士です。成功したみたいじゃないか。もうヒヤヒヤしたわよ。でもこれなら安心して出せそうね。はい、これも絶対に人気料理になりますよ。僕が保証します。
でも人気が出たらワイバーンをたくさん倒さなきゃ。その時はまたお願いしますね、シド。ああ、またいつかな。今日は人が少ないわね。みんな空が気になって仕方ないみたい。あの本の料理ははっきり言って珍味ばかりね。万人受けしそうなものを探すのが大変だわ。でも世界にはいろんな食べられる魔物がいる。バリスゼア食機構はそれを教えてくれました。
この遺跡を渡っていけそうだ。近くに動く異物がいるかもしれない。注意して。
爆発だ。従者ってどんな方？とても真面目でいい子さ。タボールで合流したらみんなにも紹介するよ。旅のお方、もしやあなたも一山宛てにカンベルへ？ああ、答えにくいことでしたら結構ですとも。人には誰しも事情がありますからね。かくいう私もそれはいろいろあったものです。私はその昔オリフレムで手堅い商売をしてたんですが、5年前にドレイクヘッドが亡くなって、今度は一山宛てにダリミルへ、一山宛てに自治領へと行く先々でマザークリスタルが消えてしまいましてね。商売という商売がことごとく失敗してきましたが、金はなくとも体は元気だ。どうにかあがいていずれ立派な超富豪になってみせますよ。さて次はどうしましょうか。ウォールードが戦支度をしてるらしいから、灰の大陸に渡って一発逆転ってのも悪くないかな。おや旅のお方、もしやあなたも一山宛てにカンベルへ？答えにくいことでしたら結構ですとも。人には誰しも事情がありますからね。くそ。おい、大丈夫か？傷が深いな。一体何があったんだ？アカシアにやられた。俺たちの八重地が
エーテルたまりに仲間が みんなアカシアになっちまった。なあ、あんた傭兵かなんかだろう。恥を忍んで頼むよ。この先にタボールって村がある。俺たちはあそこによく世話になってな。村が襲われる前にアカシアを仲間を始末してくれないか。わかった、引き受けよう。オンニキル、この道を進めば俺たちの野営地だ。頼んだぞ。申し訳ありません、ウーゴ様。こんなところで。おい、しっかりしろ。アカシアを倒さなければ。急いで八重地に向かおう。エーテルだまりだわ、こんなところにも。大地のエーテルが大きく乱れてるんだ。あの兵士が言っていたアカシアだな。いるのか。こっちだ。助けてくれ。今の声は。大丈夫か。怪我をしているな。ああ、なんとか生きてるよ。あのアカシアたちはお前が倒したのか。
奴らを始末してほしいと頼まれた。この野営地の兵士だったようだが。俺の仲間だ。そいつはどこにいる？残念だが。そうか。アカシアはいなくなった。これならタボールも襲われないはずだ。仲間に代わって礼をさせてもらう。受け取ってくれ。そういえばお前の顔どこかで見たような。勘違いだろう。いや、確かに見覚えが。思い出した。貴様はシド。コストニゼ難民会では世話になったな。俺はまだ貴様の雷は覚えているぞ。お前たち、フーゴの私兵だったのか。悪いが、ここで争うつもりはない。うるさい。剣を抜け。フーゴ様の仇、今ここで撃たせてもらう。怪我人を切る趣味はない。まずはその傷を癒せ。それにお前もダルメキアに仕えていたのだろう。少しでも人々のためになることをするんだな。黙れ。貴様のような大罪人に説教をされる筋合いはない。ならさっさと立ち去れ。ここにいると危険だ。貴様、本当にあのシドなのか。フーゴ様からは極悪非道と聞いていたんだが、明らかに想像とは違う気が。どうした？動けないなら手を貸すぞ。誰が貴様の手など。次に会った時は容赦しないからな。覚えてろよ、シド。いつか必ずフーゴ様の仇を取ってやる。覚えてろよ。
もうすぐだ。来たことがあるのか。うん、何度かね。おや、旅人かい？このタボールに来るなんて物好きだね。どこで従者だ？ここの民家の一つ、入ってすぐのところだよ。ちょっと見てくかい？どうも。この空模様で獣たちも気が立ってるな。そろそろ狩り場を変えるかね。カリウドさん、いつもお肉をありがとう。また大きな獲物を仕留めてくるからな。村尾さん、持病が良くなったって。シーリルさんからいい薬をもらったようだ。いい皮だ、高く売れておくれよ。おばさん、いい砥石を持ってないか。これを持っておいき。宝石くずも混じってるから、剣を研ぐには持ってこいさ。この宝石はカンベル、この箱はダリミル。変なお空、怖いね。ばあちゃんもこんな空見たことないよ。シリルさんって不思議な人だよな。どこの出だか知らないけど物知るよね。その革の靴、履き心地はどうだい？最高だ。さすがうちの村の革だな。打ちする川はこれでしまいか。カリウドが綺麗に仕留めてる。丁寧に扱いよ。薬
釣りで川の下処理をしてるんだ。危ないから下がっててくれるかい。今日もいい出来だな。この調子でどんどん毛皮を仕上げてくれ。悪いけど、うちの皮はお得意様にしか売らないんだ。あんたがどんな金持ちでも取引はできないよ。皮の切れ端を持ってきたぞ。助かるよ。宝石磨きはこいつでなくちゃ。この工房に入るときは静かにしないとダメだよ。出荷する宝石を磨いてるんだ。くれぐれも粗相のないように。なんだい、こいつはまだ商品じゃないぜ。その辺のもんに触んないでおくれよ。たまりができたそうだよ。怖いね。村の中にできなきゃいいけど。道を塞いで悪いね。もうすぐ荷を積み終わるからさ。お若いの、こんなちっぽけな村に何の用だね。歩き回っても構わんが、皆の仕事の邪魔はしないでおくれよ。お初にお目にかかります、閣下。私はヨーテ、不死鳥教団の一翼にして我らの宗主たるジョシア様の警護を務めているものです。なるほど、あなた方がジョシアを。不死鳥教団って。ロズフィールド大公家を陰から支えてきた一族だ。接触が許されるのは太后位の継承者のみだから、俺も多くは知らない。フェニックスゲートで行われていた典型の儀式を取りまとめていたのも彼らだよ。18年前のあの日、僕は教団に保護されていた。そしてロザリアを出てからは彼女と一緒に旅をしてきたんだ。ヨーテがいなかったら、おそらく僕は今日まで生きていない。立ってくれ、ヨーテ教。心から感謝を。弟をよく守ってくれた。身に余るお言葉。ヨーテ、例の件の報告を。はい。ご推察通り、クリスタル自治領の最下の晩に沖合にあった船影、あれはアインヘリアルに間違いありません。
やはりそうか。待ってくれ。アインヘリアルが出てきているだと。ウォールード王国の帰還だぞ。ドレイクファングの件にウォールードが絡んでいたのは僕も知ってる。その陰にもアルテマの気配を感じて、教団を使って少し調べていたんだ。アインヘリアルは最下の混乱に乗じて自治領島を離れた後、カンベルへ向かっています。それじゃ今カンベルを襲っているというアカシアは？ウォールード軍の慣れの果て。そして帰還が出ている以上、国王バルナバス・ザルムもきっと近くに。このままではうちの倉庫が。足跡もはどこから。そんなこと言ってる場合か。状況ではやってられん。この議事堂は平気なんだろうな。ああ、ここの都市警備隊が働いてくれている。所詮は金で雇った傭兵だろう。少しは静かにできないのか、旦那方。商材も船もみんな壊された。まともな荷物は何一つ残っていない。カンベルはもうおしまいだ。この後に及んで金の心配とは見下げた卑しさだな、商人。金のことすら思案できん為政者が一体何になる。何を貴様。お集まりの皆々様、おごそかな議会を騒ぎ立ててしまい申し訳ございません。あなたはウォールードの王がなぜここに。この館はいかがです。ひとときの滞在には手頃な広さかと。よかろう。王よ、お助けください。どうか外にあふれかえるあのアカシアどもを。金がいるようでしたらいくらでもお望みの額を工面いたします。王がこの場にいらっしゃることこそ神のおぼし召しに違いありません。どうか我らをお救いください。知れ者はよくさえずること。バルナバス王よ、知らせによれば町にあふれるアカシアどもはそのほとんどがウォールード兵だという。ご説明いただけるのでしょうな。もしや貴公らが送り込んだのか。出会え、この者たちを捕らえるのだ。くだらん。無様な。貴様らごときに神が一体何を思うというのだ。シドルファスの意志を受け継ぐ小娘、あれもまたミュトスとつながる思念の一端。小娘の思念に惹かれて、じきにミュトスがこの地に現れよう。丁重にもてなせ。はい、仰せのままに。ミュトス。バハムートを食ったお前の力見せてみろ。それじゃウォールードはすでにアルテマの手中にあると。おそらくね。ここ数年のウォールードの動きは
国王が進んで手を貸しているようにさえ見える。アルテマは一体何を企んでる。ヨーテ、あの絵を。フェニックスゲートやドレイクブレスにあったものと同じだわ。古い時代の宗教がさ、今はもうすっかり廃れてしまって当初の教えは残っていない。フェニックスゲートのものも形式的で特に意味はないんだ。でもこの絵こそ奴の目的を知る鍵だと思ってる。全ての召喚獣を従える存在、これはきっとアルテマのことだろう。アルテマは人知を超えた、そう、まさに神と呼ぶべき存在だ。そしてウォールードの国王バルナバッサル、召喚獣オーディンのドミナントも奴の元にある。目的はわからない。だけど兄さん、アルテマが兄さんを狙っているということだけは間違いないんだ。十分に気をつけてほしい。ああ、分かった、そうしよう。彼女に兄さんの仲間のことを伝えても。構わないさ。ヨーテ、僕たちはこのままカンベルへ向かう。君は兄さんたちの隠れ家に向かい、そのまま警護についてほしい。オミア・ラステラン・トゥ・イサゲリス、大きな戦いがこの先訪れる。君の力で皆さんを守るんだ。しかしジョシア様。兄さんが僕を守ってくれる。大丈夫。はい、あなたの望みならそうします。ですが決して危険なことはなさらないで、どうか。気をつけよう。それでは失礼します。ご分を。ありがとう、両手。行こうか、兄さん。いい住所を持ったようだな。助かってるよ。さあ、カンベルへ急ごう。悪いけど、うちの川はお得意様にしか売らない。あんた、傭兵だろ。いい儲け話があるんだが、乗らないかい。内容次第だな。まあ、話だけでも聞いていきなよ。つい先日、行商からの噂を耳にしてな。ローレンナ・ドレッド・エビスがコラバ牧地に現れたと。獰猛な魔物だが、長く生き抜いた奴の外皮は一級品だ。そいつを取ってきてもらいたい。その皮をどうするんだ。俺は皮職人だぜ。あんたが取ってきた外皮をなめして売りさばくのさ。上質の皮は高値で取引される。
老練のものとなれば破格の値がつくだろう。分け前は俺とあんたで半分ずつ。どうだ、いい話だろ。分かった、乗ってやる。そう言ってくれると思ってたよ。こんなご時世だからこそ稼げる時に稼いでおこうじゃないか。コラバ牧地はそこから出た先だ。道中の関所を抜ければ見えてくるだろう。それじゃ朗報待ってるぜ。そこの若者よ、ちょっと来て。そこの若者よ、ちょっと良いか。何の用だ。見るからに体力はありそうだ。わしの研究を手伝ってみる気はないかな。研究？あんたは学者なのか。こう見えてその界隈では名の知れた民族学者でな、遠方からはるばるやってきたのだ。ここタボールの成り立ちを研究しておったのだが、この村の複雑な構造がわしの想像をはるかに超えておっての、歩き回っとるうちに足腰を痛めてしまってもう動けんのだよ。そこでだ、わしの代わりに調べ物をしてくれんか。もちろん報酬は弾むぞ。どうだ。引き受けよう。何をすればいい。この村に石碑があるのは知っておるか。ほら、あそこ見てみ、あの丸屋根の下だ。村の南と北、さらに東に一つずつある。あれには碑文が刻まれておるはず。何が書かれておるか確かめてきてくれ。その内容さえ分かれば研究もはかどるだろう。碑文か。分かった、少し待ってろ。うむ、それでは頼んだぞ若者よ。石碑は村の南と北、さらに東にある。そこに刻まれとる碑文を確認してくれ。